おはようございます。まずは顔を洗います。6時25分です。着替えるのでちょっと待ってください。はい、着替えてきました。見て、かわいいでしょこれ。ん、ミッキーなんです。ユニクロで買いました。次、髪の毛を整えます。そんな寝癖今日悪くないです。結構いい方だと思います。あんまり跳ねてませんし。次、パパが色をつけてくれた紫と水色のカチューシャをして、ハンカチ何にしましょうか。ねねきき号チャンネルのハンカチにしたいと思います。ねねきき号の順番です。終わりきってない宿題をやります。よいしょ。おはよう。私がね、平日は一番起きるのが早いんです。休日はまあまあ遅いです。はい、ちょっと待っててください。はい、お待たせしました。開きます。割り算の筆算みんな知ってます？なんかすごくめんどくさいんですよ。立てる、かける、引く、下ろすみたいな感じでやるらしいっすよ。早く大人になってスポーツへ行ったり遊んだり試合したりして過ごしたいっすね。あれ、塩に味って書いて塩味ですよね。はい、皆さんは何でしょう、将来の夢とかありますか？あったらコメントで教えてください。はい、好きな教科は図工、体育、理科です。理科は実験するのが楽しいです。しかも最近理科室でできるようになったんで、理科室でやるのマジで楽しいです。終わりました。漢字、次は算数。めんどくさいです。皆さんは解けましたか？私はもうすでに解けました。陰読が6で78あったのやないかい。つこ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 、知ってます？ TikTok で一時流行ってたやつ。あ、で6余り9でした。もう4問解けました。皆さんと話しているからね、すごい楽しいんです。私はいつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。実は YouTube では8324、100万は行きたいですね。応援よろしくお願いします。言わないと思ってる人は次に考えててください。絶対行きますので、それくらい面白い内容をやっていきたいと思います。マジナイス。私天才じゃないけど天才だわ。おー、ナイス、一発で解けたよ。もう8問いっちゃったよ。もうほんと楽しい。9たす8は17ですよね。え、神です。私天才じゃないけど天才です。ちょっとめんどいですね。最近の小学生のね、めんどくさいの言い方はめんどいっすよ。皆さん、小学生に流行りに乗れてないなーって言われて悔しい方、そう、流行りに乗ってください。あと私の最近の流行りじゃ、マスをマッスルとつけます。何々マッスルってつけます。頑張りマッスルとか OK。 流行りに乗れてない人は追いついて。皆さんと話せるおかげでちょっと問題が楽しいです。気分爆上げっすね。はい。14から6引いて8、イエーイ、神。
カミッスル。よし、終わった。とりあえずご飯の準備したいと思います。ニュースでも聞きながら食べますね。見ながら食べませんよ。はーい、一旦切りまーす。3COINS で自分の金で買った、全然 3COINS じゃない、550円の皿です。器、アウザーです。見て、和風でしょ。はい、キムチです。じゃない、卵です。ご飯を盛ります。はい、これくらい入りました。この器には。はい。あ、テレビを見ながら食べませんよ。ちょっとニュースを聞きたいだけです。なんか伝言が書いてあります。母の字ですね。卵焼きあるよ。この恐竜の落書きは父でしょうね。おえぶ。だって。絶対父と母の落書きですね。はい。いただきます。フルーツ忘れてました。バナナです。まずはご飯を食べます。いただきます。これよ、卵焼きですけど母が作ってくれました。じゃいただきます。美味しいです。ご飯食べて歯磨きして少し時間があったら、最近私がハマってるダラサファイバーとかいろんなゲームやりましょう。今日体育でした。やったー。母親のワンタンスープは飲みたいです。今でもあったけーって言って、その後じゃがりこ食べて映画見てスポッチャ行って、あーって感じです。知ってます？野球の大谷翔平選手、あれなんだっけ、石川県に100万ドル寄付したらしいっすよ。約日本では1億4000万です。募金箱があるおつ、あのコンビニあるじゃないですか。私はその募金箱に小銭のお釣りを入れます。なぜなら自分がその国とかで困ってる人だったら、募金してくれたら嬉しいからです。なので私は人がやられて嬉しいことをします。味のりです。まずはそのまま、24時間孤独生活。みんな孤独のグルメって知ってる？マジでうまいよね。待って、いただきます。このとろける美味しさ、一体何なんだ。おお、キムチかって感じで、すいません、ウーロン茶くださいって言うんです。井の頭ジュビマルコの中だったら、私はマルコではなく、丸の子ではなく三角が好きです。ジュビマルコじゃないですか、三角が好きなんですよ。はい、なんか音全部怖いんだけど、ニュースの音。このニュースのことめっちゃアレクサみたいじゃないですか。でもアレクサの声めっちゃ好きです。はっきり喋ってくれるじゃないですか。わかんないのはわかんないっていうし、皆さん、私がたちが走っている本門での階段を行ったことはありますか？行ってたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。残りワン口。ピッカリーン。皆さん一番好きな季節って何ですか？私は何でしょう？ねえねえねえ、夏でした。それは夏祭りがあるからです。夏って一番楽しいことですよ。水遊びは行けて、暑いけど半袖短パンでいられて、個性はいろいろ。
でも冬ってさ、まあ、好きな人いるかもしれないからあまり言えないですけど、寒いからまず一番苦手です。ごちそうさまでした。はい、今から歯磨きをしに行くので少々お待ち。皆さんは行ってみたい県とかありますか？またもう一回行きたい県。私は沖縄にまた行きたいです。じゃあちょっとだけ学校の準備します。はい、水球に参ります。こんな感じです。今のところ桃ができました。アイナイス、アイナイス、アイナイス、来た来た来た。おい、メロン来ました。おはよう。おっす、はい、はい、ケーキとゴーが起きましたじゃない、ゴーとママが起きました。おはようございます。おはよう。おー、メロンとメロン合わさらないかい。パインできました。え、おはよう。おはよう。夢楽しかった。夢？何の夢？一人でねプール入ってた夢。最高じゃん。行ってきます。行ってらっしゃい。じゃあ見てくれてありがとうございました。また見てね。バイバイじゃなくて行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。